はいどうも、アシタカです。アシタカのダンス歴15周年記念動画の第2弾となります。で、前回はですね、10年前の2010年のバトンの動画をお見せしたんですけど、今日はなんと、アシタカが初めてバトンに出た時の動画、お見せしようと思います。恥ずかしい。でね、まあ、10年前、2010年以降の動画とか、まあ、もうちょっと遡ってダンス歴5年、3年ぐらいの時の動画って、まあ、YouTube だったりとか、それこそ B-Boy 商店街の DVD だったりとか、僕が SNS で上げてたりするんですけど、この時の動画って、マジでどこにも上げてなくて、本邦初公開の超絶レア動画になります。なんでね、ぜひ見ていってください。で、この時のイベントは2005年の7月だったんで、ダンス歴的には、5ヶ月いかないぐらい、4ヶ月半ぐらいかな、の時ですね。で、まあ年齢は15歳の高校1年生の時。そう。まあね、15年前の動画なんで、ちょっと画質が悪いのは申し訳ないっていう感じなんですけど、まあ早速見ていきましょう。いや、まず細いんだよな、体が。ストップロックダサいなぁ。いつもダセぇ。おぉ、ラビット。肘。おぉ。ストック入って。うん。っていうのが4ヶ月半の僕ですね。まあね、こんな感じですよ。うん、で、この時は今チームメイトの門前さんにちょっとダンスを教わってた時期で1ヶ月ぐらいね。なんでまあフットワークとかもしっかり教えてもらってたから、ある程度やっぱ踏めてますね。4ヶ月半の割には。うん、あとはまあ、ちょっと前にも喋ったんだけど、僕ダンス歴イコールラビット歴なんで、ダンスを始めた時からもうラビットの練習をしてたから、まあラビットもやっぱある程度できてて、この時は両手ラビットできてたし、肘ラビットもできてて、でまあ交互肘も多分やってたはずなんだよな。そう、もうできてる状態で、まあそれもしっかりね、バトルでほぼミスなく出せてるってのは、まあやっぱ評価高いですね、これ。うん、ちゃんと練習してたんだな。あと覚えてるのは、このバトルに出るぞって決めてから、1ヶ月ぐらいかな、そのための練習をめっちゃしたのを覚えてますね。まあ、技の単品の練習するのはもちろんだけど、このバトルで何の技を出す、これやるぞ、みたいなのを決めて、で、それをワンムーブとしてやる練習みたいなのはめっちゃしましたね。まあ、その回あってか、全然なんか、初バトルにしては慌ててないし、うん。引っかかりは、まあ、一回あったけど、それほどないし、みたいな感じで、ちゃんとやれることやってるなーっていう感じなんで、まあ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 、4ヶ月半にしては、割かしいいムーブできてるんじゃないかなって思いますね。うん。これ、2on2バトルで、で、この時の相方が、今、チームメイトのガバオッシュなんですよ。まさかの。そう、だからガバオッシュは、ダンスを始めた時からずーっと知り合いで、そうそうそう。で、ワンバトル目の時に僕が2ムーブ目に出たんですね。で、1ムーブ目はガバオッシュのソロだったんですけど、そのガバオッシュのムーブの前にルーティンをやってるんですよ。だから、正確に言えば僕の初バトルの踊ったのはソロよりもルーティンが先で、まあ、せっかくなんで、そのちょっとルーティンも見ていこうと思います。あ、これ門前さんですね。門前さん邪魔だなぁ。あ、でも、おぉ、合ってるね。なるほどね。まあまあまあ、こんな感じですね。初心者が考えたルーティンって感じだな。この時覚えてるのがね、なんか、フュージョンしようぜみたいな、ドラゴンボールのフュージョンしようぜっていう話になったから、なんかこういう感じの振りが入ってるんだけど、そう、懐かしいなぁ。まあ、これがダンス歴4ヶ月半の僕でした。まあ、他の動画でね、またいろんな動画をお見せしようと思いますので、まあ、また他の動画でお会いしましょう。では。
ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。